プロボクシングのライト級4回戦が30日、東京、甲楽園ホールで行われた。WBC、WBO 世界スーパーバンタム級王者の井上直也、30、イコール大橋イコールの幼馴染で、元 J リーガーの山口誠也、29、イコール大橋イコールが加藤蓮、22、イコール岐阜横関イコールに1回2分43秒 TKO 勝ち。 デビュー戦対決を制した。写真、1R、山口誠也の右が炸裂。山口が衝撃的なカウンターパンチで加藤をキャンバスに沈め、ピッチではなくリングの上で初勝利を挙げた。狙ってはいなかったが、やっているうちに右も合わせられそうだなと思った。サッカーで勝った時とはまた違う喜びがある。ボクシングは自分一人なので、 序盤から強烈な左ジャブで加藤の顔を跳ね上げ、一回終了間際にカウンターの右フックがジャストミート。加藤は前向きに倒れ、レフェリーはノーカウントで試合を止めた。山口は両手を上げて観客の声援に応え、笑顔を見せた。試合後に8月1日に右手首の剥離骨折が判明したことを明かした。3月に右手首を痛め、約2ヶ月間左手だけで練習。 一旦痛みが少し収まって右手のパンチ再開したところ、再び痛みが出て検査したという。今月は右手で全くパンチを打てていなかったが、試合で解禁し、豪快なフィニッシュを決めた。山梨学院大付き、現山梨学院、高時代に全国高校サッカー選手権に出場し、関東学院大へ進学。北信越リーグ1部のサウルコス福井に入団し、 2017年に J3 相模原へ移籍した。18年シーズン限りで契約満了となり、実家の自動車整備会社で働いていたところ、昨年1月に幼稚園年少からの幼馴染みのナオヤの勧誘を受け、プロボクサー転身を決意した。昨年11月に未経験者からでは大橋ジム史上最速の入門から約10ヶ月でプロテストに合格。リングサイドで観戦したナオヤは、 ワンツーの距離でいい、などとアドバイスを送った。山口は、直屋からデビュー戦は緊張するので、落ち着くのが一番良い、と言われていたと明かした。サッカー選手時代は DF としてプレーしていた身長174センチの山口は、やるからには負けたくない。まずは来年の新人王に出て取ること、と東日本新人王予選にライト級で出場する意向を示した。 J3 リーグ戦には1試合しか出場できず、プロの厳しさを知る山口が最強の幼馴染を目標に新天地でスタートを切った。